建築学科の学科説明をさせていただきます。これはですね、創益理工学部建築学科のホームページですね、東京理科大学のホームページから各学科のホームページに入っていくことができます。でそこのところに、教員のプロフィールから研究テーマ、それから学科説明ですね、入試とかそれからカリキュラムも含めていろいろ書いてありますので、詳しいところはそこを見ていただくとして、今日はそこからかいつまんで建築について説明したいと思います。建築学科はというとですね、これはですね、多様な、学問分野研究分野の集合体、それが建築学科です。ここに4つこうあるんですけれども、その研究分野を4つに分けて示しているのがこれですね。計画設計、構造、材料防災、環境というふうに4つに分けています。まず計画設計というのは何をやるかというと、これは建築に必要なことをですね、分析整理して基本構想を練って、基本計画にまとめて建築を具体化すると。でその時に建物の歴史とか保全に関する調査分析を行ったり、建築のデザインの価値を考えたりするといったものです。で次に構造なんですけれども、建物が建っていると地震とか風とかの力が作用するんですけれども、それを安全に受け止めると、そしてそれをできるような柱、梁、壁などのですね、骨組みを力学の知識とか、それから最新の技術を用いて合理的に、それあと経済的にですね、作り出すという、そういうところ。で次に材料防災なんですけれども、材料防災は、建築というのはいろんな材料で作られています。コンクリートとかですね、周りを見てみますといろいろあると思いますけれども、そういうさまざまな材料の研究、材料の強さや安全性、あと、耐久性ですね、それを研究する材料分野、そして火災、建築火災による災害を防止するための対策を検討する防火、防災の分野がこれになります。で最後に環境ですね。環境ではですね、熱、光、音、空気などの挙動を計画、設計してですね、その建物に必要な、快適な空間を作るといった分野ですね。で最近では地球環境っていうようなですね、大きなテーマもこの研究分野の対象になってきています。このような研究分野があるんですけれども、創益理工学部建築学科に12の研究室があって、これらをカバーしております。まず伊藤研究室ですけれども、これは計画設計ですね、都市計画、都市解析っていうのはそういうテーマ。岩岡県、柿野県っていうのはですね、これは建築計画でして、建築デザインとかその調査、建築空間、人間の行動なんていう、そういうテーマ。山田研究室はですね、これは建築史の研究室なんですけれども、歴史的建築物の保全とかですね、保存活用計画なんていうのも研究。それから西田研究室、これは建築デザインの研究室ですね。西田先生自体がですね、自身が建築家として活躍されているという、そういう研究室です。計画設計はですね、このような5つの研究室があります。そして構造ですと、衣笠県、長野県、宮津県、3つ研究室がありまして、私衣笠ですけれども、この衣笠県ですね、鉄筋コンクリート構造とか都市の耐震性、経済性というようなテーマ、それから長野県では地震工学、地盤、地震動、それから超高層建物の振動というような、そういう研究で、それで宮津県では木質構造、最近注目されてますけれども、それから制震、迷震構造なんていうテーマ で次に材料防災ですけれども、材料防災では大宮研究室、それから兼松研究室があって、で大宮県はですね、これは防災の方ですね、建築防災、火災とか避難安全の研究、兼松研究室は材料です、建築材料、メンテナンスとかですね、耐久性のテーマです。
次に環球ですけれども、吉沢研究室、高瀬研究室、2つ研究室がありまして、照明とか光環境、それから熱環境、省エネルギーというふうな研究テーマを持っております。まあ、12研究室でもってですね、まんべんなくカバーをしているという、そういうことです。まあ、こういう研究分野があるんですけれども、その目的というのは何かというと、建物に適切な十分な性能を与えるというのが目的です。でそれでどういう性能があるかというと、この6つを挙げておきました。ちょっと前のスライドと言いますと、この計画設計というのがですね、デザイン性、機能性になっていて、材料防災というところが耐久性、耐火性に変わっているという、この6つですね。これらの性能を与えたい。他にもあります。たくさんありますけども、これを挙げておきます。それでですね、これらの性能を建物に与えるときにですね、面白いことにというか、厄介な、ことでもあるんですけれども、トレードオフ関係というのがあります。でそれはどういうものかというと、トレードオフ関係というのは何かというとですね、一つの性能を上げようとすると、他の性能が一緒に上がってくれれば、これはもう何の問題もないんですけれども、一つの性能を上げようとすると他のどっかの性能が下がる、そういう関係性ですね。それがトレードオフ関係と言います。で、こういうふうなトレードオフ関係が相互にあるですね。ということで、ちょっとその辺の説明をしたいんですけれども、例えば耐震性を上げようとすると機能性が下がると、機能性を上げようとすると耐震性が下がるというそんなような感じです。で、ちょっとこれを詳しく見るために。縦穴住居を考えて、最も初歩的な、初期の建築形式ですね、布施や英式というのはその中でも特に初期のものですけれども、3000年とか4000年5000年ぐらい前の感じです。でそれが出来上がって、でこれがちょっとあまり狭いので、空間を大きくするために4本の柱になってですね、そうすると屋根も大きくできて、屋根もこう強く、重たくなってしまうんですけれども、大きくするというのが C 式ですね。これ写真で見るとこんなような感じです。よく見るやつですね。復元されているやつですけど。でそれがさらに進化をしまして、床を上げようと、高い床式になります。やっぱり地面に住んでるというのはあまりね、こう環境、住み心地よくなさそうなので、高い床式。でさらにですね、どんどん進化をしていって、今はもう200メートルに達するような超高層建物になってきているということなんですけれども、ちょっとですね、一番初期のですね、4000年ぐらい前ですかね、のこの布施や英式縦穴住居の耐震性ってどんなもんだっていうのをですね、ちょっと見てみたいと思います。でこれはですね、耐震性ものすごく高いんですよ。3000年4000年前のって思うんですけども、そうなんです。ちょっとそれを見るとですね、まずその布施や英式縦穴式住居ってどんなやつかというと、非常にもう初期のやつなので、3、40センチぐらい地面を掘り込んでですね、でその上に屋根をかけるっていう非常に簡単な構造です。でその屋根もそんな、1人が入るぐらいの空間なので、細い木で組んでですね、かやぶきになってるっていう、そんな感じですね。で耐震性っていうのは何かというと、それはですね、人が死なないことです、耐震性能っていうのは。でそういうようなことを考えてこれを見てみますと、地震が来て、たとえ崩れたとしてもまず死なないですね。これ軽いですから、軽いですよね。だから落ちてきたとしても死なないっていう考えると非常に耐震性が高い。我々この教室にいますけれども、どのくらいですかね、10メートル×10メートルぐらいで1階建てで、1階で7階建てでしたっけ。なので我々の上にですね、1000トンぐらいの重量が乗ってます。で、それは普通のことなんです。これ重いわけではないんですけれども、そのぐらいの重量が乗ってて、地震の時にはそれが我々の脅威になる、命を脅かすということなんですけれども、これだったら死なない、そうすると高い安全性があるということになります。あともう一つ、その安全性だけではなくて、壊れてもすぐに元に戻せるっていうですね、これ復旧性っていうんですけれども、それもですね、求められるようになってます。その観点から見ても、これ壊れても簡単な構造なのですぐ元に戻せますね、というふうに考えると、これも復旧性も非常に高いということで、高い安全性、復旧性、耐震性は非常に高いというふうなことになります。
でも他の性能はどうかっていうところでちょっと見てみると、やっぱり夏は暑いし冬は寒いし、それから地面から湿気が上がってくるし、雨が降ると雨水が心配ですよね。住環境が良くない。あとこの構造形式ですと大空間が取れない、なんかもっと一人住まいではなくてたくさんの機能を入れたいとかっていった場合には空間が必要ですけれども、それができそうにない。それから床面積が取れないっていうのも重要でして、東京みたいに大都市になりますと土地単価が高いです。そうするとたくさんの床面積が必要になります。でそのために高層にします。10階建て20階建てっていうですね。でこの構造で形式でですね、10階建てとかちょっと考えられないんですね。まずこれは床面積を取ろうっていうのは難しいだろう。あと、もしですねこれを10階建て作ったとしても、なんか火つけられるとすぐ燃え上がってしまいそうで、とても、耐火性の上で不安だ。あとは、建築を作ればですね100年ぐらいは持つような建物を作りたいっていうふうなことを目指してやってるんですけれども、この作りだとさすがに100年持つようなものはできそうにないっていうふうに考えるとですね、縦穴住居の耐震性は非常に高いんですけども、一方でですね機能性、環境性、耐久性、耐火性はですね、非常に低いというふうになります。で、逆に言うと、機能性、環境性、耐久性、耐火性を捨てることによって耐震性を得ているというふうに言えなくもないという感じですね。その他にですね、他にもあって、例えばデザイン性が高いものは環境性が高いとは限らないと思うんですね。耐久性が、耐震性が、機能性が高いとは限らないっていうのがあります。デザイン性が高いとですね、建築学会賞とかって賞をもらったりするわけですね。そうするとこう我々見に行ったりするんですけれども、確かにデザイン性は非常に高いんですけれども、環境性とか耐久性の面であれって思うものがあったりします。トレードオフ関係がやっぱり働いてるのかなっていう感じですね。ですね、建築っていうのはその美しい街並み、快適な環境、安全で持続可能な社会を実現する、そのための総合技術ですね。いろんな技術を集めてますということです。でそれを総合芸術っていうふうにも言ったりもします。そこに行ってみたい、住んでみたい、そこで仕事をしたいと思えるような街とか都市を作る、これが建築の目的、そしてそれができるような方々を輩出するというのが建築学科の目標です。でそうなってくるとですね、ここにこう性能を挙げましたが、他にもいっぱい性能があるんですけれども、これら一つ一つがですねよく理解をしてないといけない、一つ一つよく勉強しないといけないということになります。でそれだけではなくて、さらにですねこの、性能の相互関係ですね、トレードオフがあるのかないのかとかっていう、その辺もしっかり分かって設計しないと、いいこの性能、例えば耐震性の高いものができたって思っても他の性能が引っ込んでるかもしれないとかっていう、そういうことが起こるということです。建築学科の特徴はですね、最初にちょっとお話ししましたけれども、家を作る、町を作る、都市を作るということなので、多様な研究分野が集合しているものです。広い分野をカバーしています。そのためにですね、勉強しないといけないことが多いんですよね。多いです。でも反面ですね、必ず、好きなものが見つかる。入学後にですね、入学後に、一番良くないのは入学後ですね、ちょっとこの学科は私がやりたかったことはないんじゃないかとかって、そういうふうに思ってしまうのが良くないんですけれども、建築学科の場合にはですね、もう本当にたくさん のものが研究対象です。なので、必ずですね、興味のあるものが見つかる、そういう学科ですので、ぜひですね、これから受験の先を考えられている、考えるんだろうと思いますけれども、建築学科を一つ
候補として、ね、考えていただければと思います。以上です。